やっと起きた。おはよう。なんだお前。なんだって言われても女子高生ですとしか。なんで JK が俺ん家に。止めてって言ったら止めてくれたじゃん。はあ、おじさん。俺はおじさんじゃねえ。いや、おじさんでしょ。ウケる。そのたら味噌汁なんだよ、そのため息。おじさんが作れって言ったんじゃん。おじさんじゃねえ。おじさんじゃないなら何？なんて呼べばいいわけ？呼び方とかどうでもいいから、とりあえず出て行けよ。本当に何も覚えてないの？昨日の夜、電柱の下で座ってたら、おじさんが話しかけてきたんだよ。昨日の夜？電柱？ああ、思い出した？黒パンツの。何その思い出し方、最低なんですけど。そうか。おじさんさ。だから。なんて名前なの？吉田だよ。吉田さん、しっくりくるな。吉田さんって感じの顔してる。なんだよそれ。まあとりあえず味噌汁食べなよ。話はそれから。なんでお前が仕切ってんだ。食べないうちにどうぞ。本当は後藤さんに作ってもらいたかったんでしょ。なんでお前が。昨日振られたんでしょ。寝言で言ってたよ。私が慰めてあげよう。だからそういうのやめろって言ってんだろ。素直じゃないな。バカ、俺はお前みたいなチャッチー体の JK に慰めてもらうほど惨めな男じゃねえんだ。私結構おっぱい大きいと思うんだけど。まあ女子高生にしてはでかいかもしれないけどな。後藤さんはもっとすごい。もっとすごいんだ。何カップくらいなの？わかんねえけど多分 F くらいはある。 F だったら私と同じだよ。はあ、それ F もあんのか。うん、これより大きく見えるなら G とか H とかあるんじゃない？でもさ、触れない H カップより触れる F カップの方が良くない？お前さ、そんなに俺を誘惑してどうした？前にやってもいいって言ってる女子がいるのに、なんで襲わないわけ？普通じゃないのは吉田さんの方だって。お前バカかよ。名前なんて言うんだ？左右。どっから来た？学生証見せろ。旭川？北海道から一人で？うん、さっきからバカバカって。バカだね、大バカだ。この価値もわからない甘ったれめ。どうしてこいつは真っ当に青春をして真っ当に恋をしてそういう風に生きられなかった？家事を全部やれ。とりあえずはそれが仕事だ。え、いいか、今は俺とお前の生活ペースを合わせる方が先だし。26歳サラリーマンと家で女子高生の奇妙な二人暮らしが始まった。時の俺はと生活を共にするということの大変さをあまりにも甘く考えていたのだった。